2020年東京都知事選挙は2020年7月5日に行われた東京都知事選挙である。現職都知事の人気満了に伴う選挙は2011年以来9年ぶりとなった。令和時代に入ってから初の都知事選挙である。都知事選挙における立候補者の人数としては歴代最多となる22人が立候補。現職の小池百合子が 時点以下に大差をつけ再選された。選挙への啓発を目的としたイメージキャラクターとして女優の広瀬アリスを起用。東京都知事選としては2012年以来3回ぶりのタレントの起用となった。キャッチコピーはさすが私。見てるよ、東京。22名立候補届出順。2016年東京都知事選挙の21人を上回り、 過去最多となった。記者会見による立候補表明の日時、関口康弘、押越清恵服部治と後藤照樹、沢紫真石井仁志、長沢育弘牛岡江、内藤久遠は記者会見で立候補を表明したのか不明。石井は2020年6月4日、都庁で報道陣の取材に応じ、立候補する意向を明らかにした。長は、 2020年6月5日都庁で報道陣に対して立候補する意向を表明した。押し越しは2020年6月17日 NHK による記事での2020年東京都知事選挙の立候補表明者一覧に名前が掲載された。内藤は2020年6月17日都庁で報道陣に対し立候補すると明らかにした。 立候補を取りやめた人物このほか七海博子が6月25日、主要候補という形で、変更報道がされていると説明し、選挙戦からの撤退を表明。以降選挙運動は行わないとした。牛尾和恵も7月4日までに選挙戦を撤退。公職選挙法第86条の4第10項、及び同法第270条は、 立候補の事態ができるのは、告示日の午後5時までであると規定していることから、法律上は7回、後とも立候補者たる地位は存続していたため、両候補者に投じられた票も有効投票数に参入された。立候補が取り沙汰された人物、報道順自由民主党では、2019年3月、2回、都広幹事長が、現職の小池ゆり子都知事に対して、 都知事選に出馬することになれば、全面的に協力すると述べ、支持する考えを表明。2017年東京都議会議員選挙で小池、率いる都民ファーストの会に惨敗した過酷の残る自民党を東京都連は2回の発言に猛反発した。2019年6月に都連は候補者選考委員会を立ち上げ対立候補の擁立を模索したが、 丸川玉代や松岡修造らに立候補を打診するも実現せず、さらに2020年3月には新型コロナウイルスの感染拡大により、トレン内でも主戦論が下火となった。その後、党本部は5月15日に正式に独自候補の擁立断念を決定。また、自民党と連立を組む公明党は2020年1月に山口夏尾代,代表が街頭演説で、 小池の再選指示を示唆した。自民党本部は小池からの要請があれば推薦する方向で調整していたものの小池が6月12日に出馬表明した際に政党の推薦を求めない考えを示したため同日に自主投票とすることを決定した。二階は全力で小池氏を応援すると述べ小池を支援する意向を改めて示した。また自民党都連も同日 候補者はいたが、勝てる候補者はいなかったなどとして、独自候補の擁立を正式に断念した。公明党も小池の意向を踏まえ推薦や支持を見送ったものの、16日には山口が実質的に支援する方針を示した。都民ファーストの会も小池に対し党として、推薦や支持を出さなかったが、代表の荒木千春が小池陣営の選対本部長に就いた。一方、立憲民主党、 国民民主党、日本共産党、社会民主党の野党4党は2019年11月に野党統一候補の擁立を目指す方針で一致。2017年の第48回衆議院議員総選挙で小池が希望の党を設立したことをきっかけに分裂した立憲、国民両党には一致して小池と戦うことで分裂のしこりを解消したい思惑もあったが、 新型コロナウイルスの感染拡大以降は、統一候補として押す声のあった山本太郎が立候補に消極的な姿勢を示すなど候補者の擁立が難航。2020年5月20日には小池がコロナウイルス対応に当たっていることや、小池と関係が良好な連合の意向もあり、国民民主党の玉木雄一郎代表が対抗培養率に慎重な考えを示した。 5月27日には2012.2014年都知事選で共産、社民の支援を受け立候補経験のある元日本弁護士連合会会長の宇都宮健次が立候補する意向を表明。6月3日に行われた集会で立憲、共産、社民の3党は宇都宮を支援すると表明したが同集会に参加していた国民民主党内では 宇都宮に対して核新色が強いことや高齢であることを理由に支援に消極的な意見もあり、同日宇都宮を支援しない方針を決めた。国民は6月9日に開催された総務会で特定の候補への支援を見送り、自主投票とする方針を正式決定。これにより、今回の都知事選での立憲、国民、社民、共産による いわゆる野党統一候補は実現しないことが確定。これに対し、上記の各野党と協力関係を持つ新社会党は6月3日の集会で宇都宮支援を表明して帰還し、新社会で告知し、同集会に参加していた緑の党、グリーンズジャパンは6月9日に宇都宮支援を同党のサイトで告知して、国政野党3党と都内の特別区議会に、 所属議員を持つ政治団体に党による共闘となった。また、当初野党統一候補の筆頭に挙げられた山本太郎は6月15日に会見し、自身が代表を務める政党、令和新選組の公認候補として出馬することを表明。その際山本は前述の宇都宮県事と2回会談し、立候補について調整したことや、 消費税を5%へ減税することを次期衆議院議員選挙での野党の共通政策にすることを求めたが受け入れられず野党統一候補としての立候補が破談になったことなどを明かしている。立憲民主党では当初枝野幸男代表が国政政党の選挙ではないと述べるなど消極姿勢を示していたが山本の出馬表明により 野党間の主導権争いに直結する状況となり、国示前日の6月17日には、国政選挙並みに総力をおのべ方針を転換させた。また、同日には山本を支持する意向を示していた、須藤元気が、都知事選をめぐる意見の総を理由に、立憲民主党に離党届を提出した。自主投票となった、国民民主党では、原口和弘国対委員長や、 かつて、山本と政党を共にした、小沢一郎が宇都宮を支援する意向を示した。一方、馬ぶ住すは、山本への支援を、前原誠二は、小野安助への支援を呼びかけた。前回自主投票としていた連合東京は6月17日、小池を支持する方針を決め、立憲、国民両党と対応が分かれた。2012年と2014年の都知事選では、 宇都宮を支援し、2017年の都議会議員選挙では、小池の都民ファーストの会と政策協定を結んでいた東京、生活者ネットワークは6月10日付の選挙方針で、今回の都知事選で支援する候補者名を特定せず、都知事選と同日投開票となる都議補選での公認候補当選を重視する姿勢を示した。日本維新の会は、2月時点では、 柳瀬広文東京都総支部代表が政策次第では小池を支援する可能性に言及していたが馬場信之幹事長ら関係者が6月2日に立候補を表明した熊本県副知事の小野康介と4日会談を行い支援を検討していることを明らかにした6月9日小野は東京維新の会との会見で日本維新の会が8日の常任役員会で 小野の推薦を決定したと発表した。同日には維新の遠藤隆国対委員長が国民民主党の小沢一郎衆議院議員と会談し、遠藤は小野への支援を打診したが、小沢は小野氏は結構得票するかもしれないと述べるにとどめた。維新は小池と対立する自民党トレントの協力を模索し、告示後の22日には、 柳瀬党のが、都議会自民党控室を訪れるなどしたが、支援は実現しなかった。前回も立候補した NHK から国民を守る、党党首の立花隆氏は、新たに政治団体、ホリエモン新党を設立し、2020年6月17日、立花がエモン新党公認 N 国党推薦で立候補することを表明した。また、ホリエモン新党は、 党員でミュージシャンのハ部トリオサムと党員で実業家秘書の斉藤健一郎も党公人 N 国党推薦で擁立した。このほか、長らく都知事選への立候補を続けてきたマック赤坂が総裁を務める政治団体スマイル党からはマックの元秘書である小宮真洋が推薦候補として立候補した。東京都奥多摩町ほか38市町村に 地方議員がいる政治団体の幸福実現党は公認候補として候補本部長の七海博子を前回に引き続き擁立した。日本第一党は同党の代表である桜井誠を公認候補として擁立し、桜井は無所属だった前回に続いての立候補となった。所属議員を持たない各政治団体では スーパークレイジー君が党代表で歌手の西本誠を党公人で擁立。トランスヒューマニスト党は党代表で政治活動家の古藤葵之を党公人で擁立した。庶民と動物の会は党代表でイベントプロデューサーの市川浩治を党公人で擁立。国民主権党は党首の平塚正幸を党公人で擁立した。宇都宮賢治と 野党3党党首の応援演説。野党党首はいずれもマスクフェイスガードを着用し、感染対策を行っている。各候補の得票率、小池由里子宇都宮賢治山本太郎の安助、桜井誠立場の高橋七海広子ことうてる岐佐は、紫真その他小池は、自民党支持層の8割、公明党支持層の9割超と無党派層の5割超を、固めた。 年代別でもすべての年代で小池が最も得票し、男女別では女性からの支持が特に強かった。立憲民主党支持層で宇都宮に投票したのは4割強にとどまり、立憲は支持層の3割を小池に2割弱を山本に切り崩された。共産党も支持層の6割を宇都宮支持で固めたものの2割弱が小池。 山本にそれぞれ流れた。小野は自主投票となった自民党支持層の受け皿を目指したが、固められたのは自民支持層の1割にとどまり、推薦を受けた維新からの支持も4割で、維新支持層は3割弱が小池に流れた。無党派層からの支持は小池が5割町、宇都宮が2割弱、小野と山本が1割強であった。桜井は、 前回の都知事選を大きく上回る178,874票を獲得。得票率も大きく伸ばし、既存政党に対する世間の反発が増えていることを示した。小池、宇都宮、山本の3名は、得票率が10%を超えたため協託金が返還。19名は協託金が没収された。小野は738票差で協託金が没収された。 同日に行われた東京都議会議員補欠選挙では、いずれも自民党が勝利し、4議席を独占した。当日有権者数、1146万8938人、最終投票率 55.、55.00%2020 年7月7日、都知事選と都議補選の当選者に対する当選証書付与式が、都庁で行われ、再選した。 小池知事の代理人と新都議4名が少々を受け取った。ありがとうございます。